皆さんこんにちは、鉄フリです。しばらく動画投稿空きましてすみませんでした。ということで、皆さんは列車が遅れました時にどうするでしょうか。例えば列車が遅れて次にやってくる電車が15分後、その時15分後の電車に乗るか、はたまたその後に来た電車に乗るか、基本15分後に来る列車に乗る人が多いと思われます。ということで、今回は列車が遅れた時の賢い乗り方。早いのにみんな乗っていくのは当たり前なので、遅い方に後から来る方に乗っていた時のメリットや、その時に得られることでお話ししたいなと思います。ということで、列車が遅延した時に賢い乗り方というのを今回解説していきます。向こうからやってきたのは221系電車です。PR が開発した健康型。左方面の普通電車はほぼ一応動いているんですが、上り方面の電車が動いていない状況となっているみたいで、今回はちょっと残念ですね。列車が通過するようです。今から通過する列車は、先ほど線路内建りがどうのこうのとか言ってた、多分当該車両かな、わからないんですけど、そういうあれだと思います。奥からやってきたのは EF210 型電気機関車です。これ見てみましょう。結構遅れてるっちゃ遅れてるな。今いるのが大久保駅になりますので、大久保駅の方見てみると、これがね、西明石のところにいるんだよね。こいつが、こいつは西明石始発なのかな。非常な当て気なんで西明石始発です。今当該電車は18分遅れで東加古川にいるというわけでございます。加古川に後ろにも快速がいるわけなんですけども、新快速安行きが18分遅れで東加古川のところに止まっていると。ですから次に乗る電車はこれになります。安行き16分遅れとなりますね。何の接近放送もなく、向こうからやってきたのは貨物電車です。初期メロディーが鳴りまして、あ、電車が来るのかと思ったら、これ見てみてください。土山、大泉の間に新快速が2本止まっていまして、その後に快速電車がいます。こいつは東加古川で退避をしたのかな。とりあえず新快速がこの電車、今通過する新快速とその後にもう1本新快速が通過するというのを見ることができます。こちらが新快速で、あっちも新快速。今やってきた新快速の次にもう1本新快速電車が来るようですよ。先ほどの電車が通過してから2、3分後、さて、またまた新快速電車がやってきました。またまた223系です。11時7分発、西明石から観察、京都方面、約2キロ、2番乗り場から発車します。約20分遅れて運転しております。到着まで約6分です。今遅れてる電車が約20分ほど遅れているようですが、これは面白い光景を見ることができます。貨物が貨物を追い抜かす。このようにやってきた電車に続々乗り込む人ですが、この電車は普通安行きです。こうやって見ると早く着くのがこの普通安行きで20分遅れなんですけども、この後にやってくる8分遅れの電車がもうすぐ後ろにまで来ていますので、その電車に乗ることによって車内の混雑を避けることができる、これによりね、感染症対策にもなるという、ね、考えを持った鉄道ですので、この電車には乗らず、この1個次の電車に乗車させるということをしたいと思います。この電車に脳みそを、ね、使っていない人たちということになります。そんなこと言ったら語弊があるでしょうが、この電車はこんなに無理して乗るほどのものではないということで、特に土曜日日曜日なんかで、ね、そんな急いでないと思いますので、ね、見ていただきますと分かるように20分遅れの後に8分遅れの普通電車が来ていることが分かります。この8分遅れのやつに乗る人はね、この電車が行った後にその8分遅れの人にやつに乗るわけで、人数的にはね、あんまりの乗車人数が少ないということになります。それを踏まえてやっぱり
後の電車の予報が空いてるというのを推測できる、そういう風にねできるようになってほしいなと思いますが、例えば電車が遅れてる時なんかは、このようなね列車位置情報アプリを活用していただいて、あ、この電車の後にすぐ来るじゃんってことは、この電車に乗る 人は少なそうだから乗れそうだなっていう風に考えを持てば、使えるわけですね。なんでそういうような考えを持っていただければ、皆さんも混雑を避けて、さらにね感染症対策にもなると、一石二鳥ですので、自分も快適にスムーズに移動できる、そのようなことをね皆さんにもねやってもらいたいなと思います。それは鉄オタであっても鉄オタじゃない人でも、できればいいんですが、というより車内対応が終わりまして、電車は発車します。普通安行きです。この電車はこの先西明石から快速になりまして、明石、舞子、たるみ、須磨のように止まっていきます。たくさんすし詰めの状態で人がたくさん入った状態で発車していきますが、この電車のあとすぐ後にですねもうやってくるので、それに乗った方が全然空いてるではないかという話なんですね。なのでこの8両編成のちょっと人がたくさん乗ってるやつに乗るよりも、その後に来る電車に乗る方がよっぽどいいわけです。普通安行きです。掲示板見に行ったら電車は12両でやってくるということで、一つね、一人ですね、僕の後ろの方で待っていた方は頭のいい方ですので、あそこの12両停車駅のところに先に行って電車を待ってるというね、ことになりまして、やっぱり一方後の方が全然空いてると思うんですよね。ということで、すし詰め状態になっていた先ほどの電車とは違いまして、少し快適、あまり人が乗っていない電車に乗ることができます。これはやっぱり知恵の時の有効な活用法ですので、皆さんもこういう列車位置情報アプリなどを活用することをお勧めします。この時間帯に12両編成でやってくれるしてくれるというのは嬉しいんで、225系100番台の登場です。ではやってきた電車に乗っていきましょう。この12両というのも後でお教えしますがポイントになってきます。では扉を閉めて大久保駅を発車します。今大久保駅を発車したところでございます。右側にまだコンテナが貨物がいますね。まあそんなことはさておき、列車発車していって、このようにですね書いてありますが、山陽線播磨勝原と網干の間で、なんか人が立ち往生したかどうかという話だそうです。さて車内の様子こちらですね。先ほどの1本目に来た列車と違いまして、すごい人が少ないんですね。この人が少なくて快適に移動できる、この理由をね皆さんに教えたいなと思います。分かりやすく解説していきましょう。まず最初にやってきた桃太郎 EF210 型電気機関車ですね。左下のところちょっと見にくいですが見ていただけたらと思います。大久保駅を通過するとき、この電車が先に通過してきたのが分かります。左下の図も参考にしながら見ていただけると幸いでございます。そしてその後新快速電車が大久保駅を通過、その時加古川駅では新快速が2本続けてきていることになります。そしてもう1本新快速がやってきました。これで新快速が2本連続で大久保駅にやってきたことになります。ここで加古川駅から普通電車が2本出ているのが分かると思います。姫路から来たやつと加古川始発のやつです。これが1本目のやつです。これを8両編成でやってきましたが、これに乗った人はすごいたくさんの人でねいっぱいでした。ですが後からやってきた12両編成の大久保に停車したこの電車、これは加古川始発のやつかな。こうすることで加古川駅からやってきた12両編成のやつで快適に移動することができると、そういうわけです。さてもう一度解説していきましょう。大久保駅に向かってやってくる EF210 型電気機関車桃太郎ですが、こちら大久保駅を通過します。今通過しました。そしてその時に構えている後ろにいる新快速ですね、こちら新快速普通電車を先に行かせるとダメなので新快速が先に出発することになります。そしてこの時を同時に大久保駅を新快速が通過します。そして2本目の新快速がその後大久保駅を通過、その時加古川駅を姫路発の電車は出ました。姫路発の普通電車はそのまま出ていき、土山魚住と止まっていて大久保に来ることになります。その後に加古川始発の普通電車がやってきまして、今回乗ったのはその後の普通電車になります。この最初に止まってきた普通電車というのは、いろんな駅に止まってたくさんの乗客を乗せた後ガラガラになった駅をただ回ってきただけということなので、すごい空いているということになりますね。そして一旦止まったもののこの電車発車していって快適に行けたというわけです。
さて、この状態ですね。この状態の時、後ろに来た普通電車というのは、前の電車と同じルートをたどって、しかも3分遅れぐらいできているので、3分で溜まった乗客を集めるだけなので、あんまり人がね、いらないということで、順序変更できたにもかかわらず、快適で移動できたというわけです。皆さんもこのようにね、試していただけたらなと思います。さて、先ほどは早口でちょっと解説していきましたが、ここでね、今回の動画終わろうと思います。先ほどのように、この電車というのは、遅れるとね、大きなダイヤ緑を生じると、いろんなところが変わってきますが、この列車運行情報などを見ながら、しっかりと対応することで、例えばこの時期です、このご時世ですから、コロナウイルスの対策にもなりますし、また快適に移動できるというね、利点も備えているということです。特に急いでない限りは、このように活用することがとても重要だなと感じるところでありますが、最後にこの西明石駅で先ほどまで乗ってきた快速電車の発車シーンをお送りしましょう。この電車は巡業編成で米原まで向かうことになります。ご視聴ありがとうございました。普通と名を変えていましたが、ここからは快速という名前に変わりまして、普通となっていたのが快速という名前に変わりまして、今度安井へ向けて走り出します。先ほど運転信号の関係で一旦運転を停止していましたが、その後すぐに発車し、ここから吹雪線区間になります。ということで次は新快速に乗っていきたいと思います。後ろ1000万台じゃん。